はい、えー、こちらなんですけどね。なんかこう、花束をね、こう持つような感じの <laughs>、あの、ウルトラマンの花束みたいなね <laughs>。これね、またあの、紹介させていただきます。ちょっと一回置きますね <laughs>。これねあだ、僕よくね、動画を言ってる時に、まあ、あの、僕同じもんよくダブラしてて、ほんで在庫をね、間違ってたらごめんなさいね。なんかこういうちっちゃいフィギュア、もうちょっと大きいフィギュアとかもあるんですよ。もうとにかく全てを合わせたらね、 6万個から10万個持ってるってよく、なんか、たまに僕言ってるんですよ。で、あの、でもその時にも言ってるのがね、ただこんな感じで、さっきのもそうですけど、ダブってたりとかあって、で、それをね、ダブリを抜いて、収縮すると、その6万個ですよ。ま、あ6万個絶対持ってるんですよ、僕。で、6万個収縮すると、そのダブリをこう跳ねてね。ほんなら、ま、あ1万から1万5千、ま、あ2万ぐらいかな。3分の1のね。うん。で、 えっと、まあ、釣った魚っていう感じなんかな。6万から10万個のその、ええー、4万個の差はね、うん。ちょっと大げさに言うかもしれんけど、 6万個はね、100%、ごめんなさい、百パー僕持ってます。うん、ダブリを入れてね。で、10万個はひょっとしたら釣った魚かもしれないですね。こうちょっとこう、大げさに言ってんちゃうのみたいな。うん。で、それでね、よくこう、僕言ってるのが、あ、なんかこうね、こう、詰め合わせの袋をこう、バラして、こうやってね、これがね、ってこう、僕、手のひらにこう、乗せて紹介させていただいてるんですけど、でね、その時に、あ、 これね、今開封してないんですけど、開封後がまた出てくるんでね、あの、その開封後出た時にまた見させていただきますとか、あ、これね、10個とか15個ダブってるんですよって僕よく言ってるんですけどね。まあ、よく言うのが特にこれですね、ほら。このね、ウルトラマンさんね、えー、これほら、これ1、これ一緒でしょ、ほら。<laughs> ね、これ、ね、えー、 これ一緒のはずですよ。ちょっと待ってくださいね。うん、そうやね。一緒やね。うん。もしあっても、このなんか、まあちょっと、この工場のミスかなんかですね。もし違いがあってもね。基本これ一緒のはずです。これ。あ、一緒ですね。うん。ほらね。開いてないやつ4つあるでしょ。ほんで、これは以前僕ね、この開いてるやつをこれ紹介させてもらったんですけどね。で、これもね、あの、私の飲み仲間でもウルトラマン好きな人がいて、これ持ってるんですよ。持ってるんですけど、その人もね、 あの、飾ってました。えっと、一個ストックこれ持ってるんですよね。僕と同じように、この開いてないバージョン。ほんで、これの一個をこう飾ってるんですよ。まあ、例えて言ったら、まあ、後で紹介するんですけど、これですね。これをね、こう、一杯こんな風に並べてね、例えですよ。こう、ひな壇のように並べてるんですけど、その人の家ね、ちっちゃい子供がいるんですよ。まあ、もう言わなくてもわかりますよね。あの、そのケースキャポッて開けてね <laughs>、こう、ダー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 ,ーってこう、ま、遊ぶわけですわ。 こうダー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 ってね。まあ、ダーダーって、あ、そうね、こう、元に戻すぐらいでいいんですよ。ダー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 、ヒュッポイってなってね。<laughs> よく上から人に当たらんかったっていう話なんですけど、マンションですけどね。うん。まあ、苦情がないから誰にも当たってないんでしょうね。うん。ほんで結局ね、この、まあ、ウルトラマンさんがどっか行っちゃったんでね、これ僕が大量に、ほら、これいっぱい持ってますよやったら、こんな風にしてる、これちょうだいよから。<laughs> え、どうないしたのって言ったら、 いや、違うね。これ、こないだね。ああ、いい、いいですよ、いいですよ。まだほら、いっぱいあるしね。と他の人もね、なんか、似たような感じですね。一つも持ってねって人は一人だけいたんですよ。で、あとはね、あの、その人と理由は違うだけで、なんかこう、ストックは一個あるんだけど、なんか、この飾りをね、何かでちょっとまあ、なんかでね、ダメにしたって言ってたかな。だから僕ね、あの、これ本当はもっといっぱいあったんですよ。これ、この空いてないですね。うん。で、これもね、当時僕ね、一個10円ぐらいで買ってます。これ、空いてない状態をね。 で、今となったらオークションで、まあ、これそんな異常にはついてないですよ。間違ったらごめんなさいね。この開いてない状態で、ミニブックなしでね。まあ、平均50円ではこう落とす人いるかなっていうぐらいです。当時は、えっ、ー、とこれね、もう10円以下やったんですよ。10円にもならんかったんちゃうかな。やっぱね、変化は出てきてるんですよ。で、これと、まあ、これ今回ウルトラマンさんつながりね。で、えっ、ー、と、 これもね、紹介させていただきました。以前、この空いてるバージョンね。で、これも、これも10円ぐらいで僕買ってるんですよ。もう僕ね、わーだとこれダブラしてるんですよ。これとこれ一緒かなあ、そうやね。これとこれ一緒やね。ただ、このビーニールのこの、このくしゃり具合が違うだけで、これとこれ一緒やね。で、えー、これね、ウルトラマンさんのこの、ウルトラマンの敵や思うんですけど、これ残念なのがね、ほら。これほら、あの、 銃どっち向いとんねんみたいなね、これ。わかりますこれ銃。要はね、この怪人は、これ、鉄砲を持ってるわけですよね。これ、ここにね。鉄砲っていうか、銃があるわけです。この手の先っぽが。わかるかなこれね。で、この銃が、まあ、言わなくてわかると思うんですけど、こう、まっすぐ向いてますわね。で、まっすぐ向いてるからこそ、この、ピューンってして、こう、当たるわけですよね。こう、弾がピチッと飛んでね。これ、違いますよね。こう、自分に向いてますよね。これ、明らかにこう。 危ないっちゅうね,ねまあ、こんなん多いんですよ。まあ、当時はね、これ値段が安かったからそうなんですけど、まあ、これどうしようもないんですよね。うん。なんかこう、YouTube で見てたら、この中にね、この細いね、あの特殊な針金み,なみたいなの入れて、あのこれをまっすぐにする方法あるんですけど、やっぱそれをするとね、やっぱフィギュア自体が痛みますし、まあ、人によってはこれをね、なんか重しみたいな、こうなんか重、重圧っていうんですかね、こう、 ここね、下と上に対してこうまっすぐにするような感じでするんですけど、マシになるというだけでね、やっぱ時間経ったらまたこっち向いてくるんですよ。一緒なんですよね。ちょっとマシになるぐらいですね。うん。まあ、これが弱点ですね。これね。でね、これ唯一良かったのが、間違ってたらごめんなさいね。これ、確かね、あのー、結構ね、ベタつきがね、出るタイプやったと思うんですよ、これ。ほんでね、これ、ベタつき、これ出てないんですよ。で これね僕何個かダブってるんですけど、これね、他のは、あの、べたつきが出てましたよ。なんか持った時点でね、こう、こういう風にしたらね、普通、こう、落ちるじゃないですか。わかります落ちて当然でしょ。じゃなくてね、これを、こうします。ほんならね、こう。 ベタつきでね、ちょっとこう浮くんですよ。ほんで、あんまり上まで持ってきたこうシュポンって落ちるんですけど、すごいですよ、このベタつきの力って。まあ、これがもしベタついてたらね、ちょんと触ります。ほんで、そのだ、あの、接着的な力でこう浮くんですよ。ほんで、まあ、重たさでやっぱりこう落ちるんですけどね。すごいですよね、このね、ネタつきっていうかね。どうやったらこのな、ね、もう一回。はい。立つでしょ。 で、えー、これね、今回これ、あの、一緒に出てきたんですけど、この詰め合わせの袋をね。間違ってたらごめんなさい。これ僕ね、言ったことないと思うんですよ。ほんで、ウルトラマンね、結構、あの、こう、集めてる方いたら、もう、結構わかると思うんですけど、これね、あの、なんか似てるようで、ちょっと角度,角度が違うとかね、あの、素人からしたらですよ、これと同じウルトラマンが、で、これとね、同じウルトラマンの、この,の、ごめんなさい、このキャラクターでですよ、 ほんで、同じこの人ね、として、ほな、あれ同じような感じやけど、実はね、ちょっと見たら、この腕が、ちょっと言い過ぎですよ。こう、もうちょっと上に上がってたりとか、目のね、この目ん玉が、実はこう、細身が違ったりとかね、やっぱあの、違いが、ごめんなさい、あるんですよ。<laughs> で、まあちょっと時代背景違うかもしれないんですけど、まあこんな感じですわね。こう、うん。なんか絵になりますよね。まあ、僕、ちょっとね、あの、何て言うんですかね、あの、 センスがないんでね。まあ、こんな感じで。おかしくはないと思いますよ、これ。これね。うん。ほら。<laughs> センスないでしょセンスある人ってね、こう、適当にポンと置いてもなんか違うんですよ。うん。僕ね、センスないんですよ。ああ。あやめましょうか。<laughs> これで時間が終わっちゃうからね。うん。はい。 実は仲良し小しみたいなね。はい、こんな感じでね、あ、ごめんなさい、ちょっと声でかかった。まあ、こんな感じでね、またどん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 ね、あの、こういうウルトラマンとかも、あの、紹介させていただきますんで、僕のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひまたね、チャンネル登録と、あの、コメントの方ね、よろしくお願いいたします。